皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。中学社会3問クイズ5回目、今回は室町時代の文化について3つのクイズに答えましょう。こういう問題です。こう3つありますけれど、1番と2番は定期テストによく出ます。1番です。能の合間に演じられた喜劇、これを何と言いますか。2番、禅宗の寺の建築方法を武家の住居に取り入れた畳を敷き床の間を設けた家の造りを何と言いますか。3番、浦島太郎や物草太郎などの絵入りの物語、この絵入りの物語は何と呼ばれましたか。この3つです。皆さんはここで一度動画を止めて答えを考えてみてください。考えた後でもう一度動画を再生して正解を確認しましょう。正解はこちらです。能の合間に演じられたもの、喜劇ですね。これは狂言と言います。2番の禅宗の寺の建築方法を武家の住居に取り入れ、畳を敷き詰めて、床の間、ね、これを設けてある家の作り、これは書院作りと言います。ここの部分、テストでは明かり取りの障子なんかも付け加えられているかもしれません。3問の浦島太郎とか物草太郎などの絵の入った物語、これはおとぎ草子、このように言いました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。